ローマ散策1日目。はい、これからね、今日はね、みんなが多分知ってるだろうところをね、いろいろ行くと思うので楽しみにしててください。はい、これからは有名な噴水のところに行きます。そう、トム・ハンクスの出てる天使と悪魔だったかな。そう、なんか日本語で調べると結構その映画を見てからローマに行くと面白いよっていうなんか記事がいくつかあった、まあね、なんかね、映画で見たことあるとかってね、あるから面白いよね、うん、そうね、行きましょう。行きましょう。あ、ブレンの好きなセフォラ発見。本当だ、どこ行ってもあるね。ね、すごいね、人がすごい。一つ目の目的地、フォンターナエビプリ。朝9時だけどね、もう人がすごいいるんですね。これからもっと増えるんじゃないのかな。そうだね、今日しかもね、日曜日だから結構ね、人が多いらしいんだよね、日曜日は。すごいね、もっと近く行ってみる。そうだね、The two angels sitting together, and the da angel looking that place. Oh my God, he's inside. これがトム・ハンクスの映画です。こういうふうに昔の絵と今の状態を比較できるポイントがあちこちにあります。ね。ね、いいね。なんか分かりやすく書いててくれてるし。ね。英語も書いてある。小さい時すごいこういうの好きだった。このライオンも羽がついてるね。今たまたま見つけた教会の方に行くんですけど、階段がすごい。多いんだね。ハウルの獄章の荒地の魔女の気分。もう歩けないって。中綺麗だったね。ね、綺麗だったね、全部綺麗。なんか神聖すぎて動画を回す気になれなかった中は外も綺麗。綺麗。ちょっと小腹が空いたからね。でも結構でかかったね。でかかった。でかかった。それ何？これスピニッチなの？いや、イタリアの野菜。美味しい。炭酸水と普通の水。無料の炭酸水を入れた。すごい ね、炭酸水が無料で飲めるなんて。てか全部ね、ここも水無料だけどさ。本当にありがたいわ、うん、さっぱり。いいな、俺も飲みたい。戦うんだぜ。すごいね。ねえ。見ると大きい。ねえ。本当にあったんだね。本当にね。ね。パルテノンブレン。食べよう。パンにつけて食べるのかな。麺が太い。
ここすごい景色きれいに見える。すごい歩いたよねここまで、ね、でもなんかちょっと人が少ないところでちょっと安心した、ね、ちょっと人混みが疲れたよね。疲れた、ね、疲れるよね。でもここは結構観光客からあんまり知られてないっていうか ねメジャーじゃないっていうか歩かなきゃいけないから、うん、結構人が少なくて ね俺らもったら適当にね歩いて見つけたけど ね綺麗、ね、雨がちょっと降ってきたから傘さっております。何これ今泊まってるところの人たちが買ってくれたね、優しいAirbnb の方たち。今日はね朝もう5時ぐらいに起きて今は7時ぐらいなんだけど、うん、もうすでにこんなに長い列がでも、ね、ありますこれが短い方らしいよね。そうだってまだ今7時だけどオープンが9時だから2時間ここで待つんだけど、うんね、もっとこれから来る人はねもっと長く待ったりとかするから、ね、まあいい感じの時に来れた ね世界で一番ちっちゃい国に入る、うん、本当にディズニーランドよりもちっちゃいらしいから、ね、楽しみです。楽しみ。自分たちの後ろにはまだ誰もいない俺らが最後尾だよ、ね、今3時間待ってます。はい。でも入り口はもうすぐそこまで、うん、入り口はね9時から開いて、そうね今はね10時半だからそうだねオープンしてからもう1時間半ぐらい待ってるかな。チケット買いました。今から中入ろう。中に入ってから全然大丈夫だった、ね、そうセキュリティ取っちゃえばもう全然楽、うん、ね、待ち時間もなかった、ね、マップゲットどうでしたか。よかったよすごいよかった。何時間3、4時間ぐらい歩いたねやっぱりね。気づかなかったけど、でそれでもなんか全部見れたわけでもないし、ね、すごい本当にもういっぱいあるし本当によかったね。学校の教科書とかに出したやつとかね。そうね、そう本当にその通り、ね、皆さんもぜひ行ってみてください。本当によかったです、ね、でお腹ペコリペコリだから今はご飯屋さんに来てます、はい、レストランビール食べるよ。はいどうぞおいしそう
カチオペペ。カチオペペ。美味しい。それ好き。バチカン。はい、今バチカンの中。天使いっぱいいます。ね、さっき10分前とは違う国にいるの面白いね。そうだね。世界で一番ちっちゃい国。すんなり入れたね。ね。ヒュッて。別にパスポートとかいらない、ね。いらないから。これから日本に送るハガキのために切手を買います。バチカンで。バチカンで切手は今のところこの大きい建物の横にありました。2023年5月現在では、ね、変わるかも。はい、ここに入れました。バチカンの郵便使ってみました。マリに届きますようにちゃんとお願いします。ちょっと雨も止んできてまたちょっと明るくなったね。ブラブラしようか、うん、レンガジェラート頼んでます。書いてあって、それ何って言ったら紫芋。すごい、3種類ゲットしたの。そうで、3ユーロね、安かったね。これなんかヨーグルトみたいなやつで、これが多分コーヒーだったかな。コーヒー真ん中チョコ、ヌチェラ。ヌチェラ、ヌチェラって何？なんかヘーゼルナッツのやつ。それで3ユーロ？で3ユーロ、そう。安っ。この大きさで。やばい、垂れちゃう。頑張れ。俺もテープするか。ちょっとカクッとやっててくれ。最後のディナーだね。今日があまりお腹空いてないって言って、でなんかメニューは全部イタリア語だったからさ、でもちょっとだけなんかチキンってよかったから、これ頼んだらめっちゃ美味しかった。でも美味しそうね。楽しみましょう。はい。美味しい、全部美味しいね。激うまいよ。激うまいよ。これも全部美味しい。これイタリアでね、イタリアで美味しくないって思ったのなかった。ないね。うん、全部美味しい。全部美味しいし、そんなに高くない。そうね。うん、皆さん来てください。